綺麗なお姉さんは好きですか？カレー好きのお兄さんは好きですか？誰がキレンジャーやねん。イカスミカレー。見ての通り、イカスミ。何県でしょう？北海道だ。猫に小判、豚に真珠、そしてイカに墨。イカスミ仕様の特製カレー。イカスミの上品な風味を肉厚で柔らかなイカと、トウモロコシの旨味をじっくり時間をかけて煮込んだ特製イカスミカレー。はぁ。じゃあ早速試食してみます。誰がキレンジャーやねん、ほんまに。黄色ではない。ブラック。イカスミだけに黒い。具の方が、これがイカですか？いただきます。あ、イカです。イカと、つぶつぶしてるのが、トウモロコシですか。目に見えるサイズの具は、そんなもんかな。あと、ところどころ、人参とか玉ねぎとかの細切れっぽいものがあります。うまいっすよ。うん。あのね、イカってどうしてもあのシーフードの中でも臭いイメージがあるじゃないですか。臭みがないの。風味が程よく。だって、具がイカでイカスミが入っててもう、イカ臭いに決まってるじゃないですか。でもそれがないんですよ。レトルトカレー界の奇跡だね、これね。何ですかね、この、トウモロコシを合わせようって思ったセンスがすごいね。イカにトウモロコシってね。あ、そっか。北海道だからトウモロコシだ。なかなかね、トウモロコシの甘みがね、後からじわ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 効いてきます。イカスミカレーでした。美味しい。